感染精神内膜炎は、心臓の内側に細菌が感染し、これによる心臓弁の先行等の炎症性破壊と菌血症を起こす疾患。アキュー性細菌精神内膜炎、サベクットバクテリアルエンドーカードイタス、SBE などとも呼ばれていたが、細菌以外も原因となるので、この名となった。多くの場合、大動脈弁閉鎖不全症や、相棒弁閉鎖不全症、 あるいは、心室中核血損傷や動脈管改造症のように血流ジェットを生じる疾患を有することが素地となる。また、ベンチ管後やチアノーゼ性の複雑な先天性心疾患の患者も高リスク群とされている。しばしば抜歯、あるいはカテーテル処置などにより、循環血液中に細菌が侵入することが契機となる。この時、 蒸気のような素地となる疾患によって血流ジェットが生じ、心内膜が傷ついていた場合、ここに付着した細菌が感染層を形成し、感染性心内膜炎を引き起こすこととなる。気炎菌としては、高校内常在菌である緑色連鎖、球菌緑色連鎖球菌や黄色ブドウ球菌が多く、便線などを破壊することによる心不全が最も危険である。 感染精神内膜炎の診断には、リューク大学が1994年に発表した基準が基礎となる。上記の代償基準をもとに、次のようにして判定する。大基準2を満たした場合、大基準1小基準3を満たした場合、小基準5を満たした場合、大基準1小基準1を満たした場合、小基準3を満たした場合、感染精神内膜炎は、 原因菌によって、急性と悪急性の異なる経過をたどる。感染精神内膜炎の症状は、感染症状と新症状、側潜症状に対別される。治療としては、原因菌に感受性のある抗菌剤を4週間ほど、静脈注射する。便宜勢が大きい場合は、手術で切除することもある。また、最も重要なことは、基礎疾患を有する患者に対しては、 近血症を生じうる状況に、先立って抗菌剤を投与して、発症を予防することである。最近性心内膜炎マイムドー医療電子教科書 http コロンスラッシュスラッシュ www.nejm.org スラッシュドイスラッシュフルスラッシュ10.1056スラッシュ nejmicm1312093 ありがとうございます。